じゃあ行くか、居住の墓場。はい、ここか。壁画を見るための石板は砂漠の祠にありそうです。盗賊団の情報によれば祠は3カ所。枯れたタイガー、アトモスの境、居住の墓場にあります。死の砂漠にて祠巡りか。ただ本当に石板があるかは不明です。祠は封じられた。そっか、クルクスがなかったから俺は一回ここを断念してるわけだ。なるほどね。封印を解いて確かめればいい。クルクスの封印だな。そのようですね。クルクスは遺跡の中や砂漠で見つかるはずです。それらしい反動がいくつも。念のため砂漠についておさらいです。お願いします。一つ、砂漠で迷ったら高台に登れ。なるほど、わかりやすい。あったあった、これがお目当ての石板じゃねえか。見かけは石板らしくないな。偽装だろ。秘密を守るためにわざと似合わない名前をつけて惑わそうとしたんだ。性格悪い小細工だぜ。なんかチップって感じだよね、見た感じは。なんか変な音してんぞ。砂漠は昼こそ危険、魔物必須注意です。このアトモスの境に石板の祠があるはずです。巨大なファルシアトモス、破壊神パルスの命を受けてグランパルスを掘り進めていると伝えられています。はい、いたいた、そんなやつ。世界を広げる神の意志、終わりを告げたのでしょう。はぁ、あいつだったのね、あのアトモスだったのね。いたいた、ぐるぐる回ってたやついたもんね。うわー、思い出すわ。 FF13 の話なんですけどね、なんかアトモスに追っかけられて行かなきゃいけないとことかもあったな。そういえばなんかあったな。なんかね、あれですよ、ナルトの、ナルトわかんない人は申し訳ないんだけど、長寿肉弾戦車、肉弾戦車、針肉弾戦車みたいな感じのね、ファルシでしたね。ファルシってなんぞっていう方もいると思うんで、もう13の実況見てもらった方が早いと思うんで、ぜひ見てみてください。気になる方はね、この動画の概要欄にウラルが貼っ付けてあります、再生リスト。よければどうぞ宣伝ちゃっかりしていく。暗いなぁ。でもワクワクするよね、こういうのはね。こいつらはスルーでいいかな。ほいっと、あ、だってさ、これだ。あったぞ、石板だ。よ、ライト、盗賊家業が身についてきたな。困るな、これでも神の使いなんだが。そんな柄でもねえくせに、うちらは神と戦う方が似合うぜ。確かにな、どっちかっていうと盾ついていくタイプだよな。さて、こっからまたスケルトン地獄なんだろうな。ですね。いきなりもう当選もしてますね。見っけましたよ、枯れたタイガーがここですね。最後の石板エリアっていうことになります。使っちゃっていいんじゃねえの。どうせスケルトンにね、石板取った後スケルトンに襲われるんだから、全然 GP 使っていきましょうや。さあ、またクルクスを使うところですね。の先にあれが石板ですね。よし、石板ゲットだ。これで壁画を見られるな。だな。よっしゃ。じゃあ、あとは
スケルトンの襲撃を軽くいなしていきましょう。木、木ばんだドクロ。二人が負ける気がしないな。読まれるものか。堂々と戦おう。さあ、一つ目の石板はめ込み作業ですね。さて、壁画を拝見しようや。こんな厳重に守られて、よほどご立派な絵だろうさ。古い詩を聞いたことがある。愚かなる女神エトロは己を傷つけ血を流し、死に至りて混沌へと下りき、故にエトロは死の女神にして混沌の女神と呼ばれたも。そして流されたエトロの血を使って賢き神リンゼが原初の人間を生み出した。道具みてえに使うためにな。うちらの故郷じゃリンゼは邪神と呼ばれてたぜ。もっとも、うちらの守護神パルスも結局は人を使い捨てにする悪魔だったけどよ。ああ、お互い散々翻弄されたな。おかげでみんなと絆もつながったがよ。何百年も眠っていた私とバニラがクリスタルから解放されて、しかもバニラには死人の声を聞く力が備わっていた。神はまたうちらを、いやバニラを道具にする。そう思えてならねえんだ。ファングさんとバニラさんがクリスタルとなって人々を支え、長い眠りについていました。そんな二人がなぜ世界の終わる頃になって目覚めたのか、それも神の計画のうちでしょうか。二枚目の壁画はどんなだろうな。早いとこ見物しようや。よう、ライト、この絵をどう見る？神々、いや人間の宿命か。死の女神エトロが流した血より人間が創造された。だが人間の命は永遠ではない。神々の思惑に翻弄され、時には道具のように利用され死んでいく。そんでカオスに飲まれてくんだ。今は世界にカオスがあふれて人は寿命をなくしちまったから、永遠の命がありそうな気がするが。不老であっても不死ではない。病や事故で簡単に死ぬ。しかも子供は生まれやしねえ。な、笑わずに聞いてくれよ。私はさ、人は死んでも生まれ変われる気がしてたんだ。命が尽きても魂は消えず、いつか蘇れるってさ。そう信じれば、守りたいもののために死ぬのも怖くなかった。でも今は違う。死んだら終わりだ。何にもならねえ。死んだ人間の魂は生まれ変われもしないまま永久にカオスをさまよい嘆き続ける。バニラは救いたいんだろうな、そういう死せる魂を。どっかでカラクリが動いた。閉じてた通路が開いたらしいな。探ってみよう。最後の画廊はその奥だろう。さあ、全ての画廊に向かえそうですね。死んだ人たちの魂が嘆いていると言いますが、女
目に見えるわけでもないので実感しづらいですね。死者の声を聞けるというバニラさんから亡くなった人たちの願いを聞き取れるんでしょうか。死者の思いを聞けるってのは何か。2個目の破片だ。あと一つだな。ああ、聖殿門を開くクルクスがもうすぐ完成する。さあ3枚3つ目の画廊、忘却の画廊、最後の壁画だな。これで聖殿門のクルクスが完成する。西方への扉が開かれるんだ。救世院のご本尊だ。輝ける神ブーニベルゼ。死の汚れ払われし無垢なる魂のみを救う。そうか、死人は汚れてるってか。だからてめえら西方でレテのみそぎをやろうってんだな。レテのみそぎ。ああ、救世院が計画している儀式だ。奴らが西方を欲しがってるのはバニラにレテのみそぎをやらせるためさ。死者の声を聞けるバニラにしかできねえからな。そうか、西方とは死者の魂を招く祭具だったな。どういう儀式だ。死者たちに呼びかけるとでも言うのか。鎮魂だの入江だの言ってるぜ救世院はよ。バニラもやる気になっちまってる。無理もねえけどな、あいつ思い詰めてるんだ。昔の過ちを償いたくて儀式をやり遂げると誓ってる。レテのみそぎがバニラの願いか。それでも救世院と手を組むつもりはないんだな。気に食わねえからな。レテのみそぎが終わった後、バニラは無事なんですかね。なんかヤバそうな感じするよね。救世院が計画しているレテのみそぎ、死者の魂を鎮める儀式のようです。死んでいった人、これで来る。聖殿門の封印、行こうぜ。完成したクルクスで聖殿門を開けるはずです。いよいよ西方が手に入りますね。ということは気をつけいるってことだな。ボスがついにここでボス戦か。この聖殿門が開いたら西方とご対面だ。ああ、何があるかわからない。油断はするなファング。誰に言ってんだ。こっちは長年盗賊やってんだぜ。